こんにちは、ユーロ D です。この小さな家にですね、住み始めて、やっと半年ぐらい経ちます。だいたいですね、家の中のことはほぼほぼ、やることというか作ることはですね、終わってるんですけども、最終的にこの部分ですね、入り口に、網戸をつけるっていう作業が、最終的に残ってました。どうしてこの網戸が最終的に残っちゃったかって言いますとですね、ここ収まりって言いますかね、これをどういうふうにうまく使いやすくするかっていうことをずっと考えてまして、で結局これが一番最後になってしまいまして、まあなんとか考えがまとまって、最終的にまあこういうふうな形になりました。一応この、木のですね枠で、作りました。実際にですね、私がやる場合にはですね、金属はですね扱いづらいんで、まあ、こういうような形でもって木の枠にしました。でこれはですね、この部分ですね、まあ、長板がありますけど、これは取り外し可能な長板で、夏の間は、まあ、網戸をつけていて、で冬の間は、まあ、とりあえず虫とかそんなにいないんで網戸もいらないっていう時にはですね、これを外してまた取り付けられるというような形にしてあります。ちょっと今これ外してみますね。まあ、こういうような感じですね。こういうふうに取り外しが可能なようになっています。でそれでですね、これをまた取り付けるということになりますと、こんな感じですね。こういうふうに取り外しが可能なようになっています。ここに網戸がつきますと、だいぶですね、外の風というか空気を取り入れることができて、部屋の中の、温度もかなり下げられると思うんですね。今まではですね、まあ比較的その窓の数は多いんですけども、窓は小さいんで、どうしても空気の抜けが悪いって言いますかね、それで比較的やっぱちょっと熱気がこもるような感じがあったんですけども、これをつけてドアを開けますと、まあ、かなり風というか空気がですね、流れが良くなって部屋もですね涼しくなると思います。この木枠はですね、とりあえずの作業場でもって、組み立ててきたものをですねこちらに持ってきて、取り付けたんですけども、これからその取り付けの、まあ、様子をちょっと、見ていただきたいと思います。
promise you won't tell.